マルス1号とは1962年にソビエト連邦が打ち上げた火星探査機である。火星近傍を通過し観測を行う計画だったが火星に到達する前に通信が途絶えたため目標は達成されなかった。マルス1号はベネラ近星探査機の設計を流用した重量 893.5kg の火星探査機だった。直径1.0メートル。 長さ3.3メートルの円筒形の本体を持ち、長さ0.6メートルの部分に観測機材が、残りの2.7メートルには推進装置や姿勢制御装置などが収められていた。太陽電池パネルや放熱板を含めた横幅は4メートルで、通信には1.7メートルのパラボラアンテナを用いた。探査機は、火星の表面、磁気圏、大気圏、放射線環境に加え、 地球から火星へ至る惑星間空間の観測も行うように設計されていた。火星への接近距離は1万 1000km を目指した。マルス1号は1962年11月1日にカザフスタンのバイコヌール宇宙基地から打ち上げられ、地球周回軌道から火星へ向かう軌道へ乗った。飛行の初期段階で、 姿勢制御装置のガス弁が故障していることが分かり、探査機は予定していた三軸制御ではなくスピン制御で飛行することになった。マルス1号の観測機器は火星の飛行中も稼働を続け、2から5日おきに惑星間空間のデータを地球へ送り届けていた。しかし、1963年3月21日に、 探査機と地球の距離が1億676万キロメートルに達した時点で更新が不可能になり、火星探査は断念された。通信途絶の原因は姿勢制御の異常と考えられている。1963年6月19日、マルス1号は火星から19万3 0 0 0トルを通過し、人工惑星となった。マルス1号は、 火星の探査という本来の目標を果たせなかったが、地球周辺や惑星間空間における流星陣や太陽風、磁場の観測に一定の成果を上げた。ありがとうございます。